ウトから外、ガドソンです。そして AJ ヌーをブロック。パークのブロックから小野寺が飛び込んでいく。プロキャリアを日本でスタートさせたというプレイヤーになります。パークを使う小野、おー決めてきました。バスケットカウント、ウトがついていますが、外で今村のスリーポイント、リバウンド、アレン・ダーラム、落ちるがクーリー決めてきました。しかもエンドワン、初得点はエンドワンで決めてきました、ジャック・クーリー。牧から入ろう、クーリーキックアウト、牧のスリーポイント迷わず決めた。アシスト、クーリー決めていきました。いいですね、牧選手も好調ですからね。 AJ エドゥも前の試合三河戦で富山に入ってから初のダブルダブル。ガドソンエンドワン決めていきました。今日はスリーも決めているガドソン。やはりね、こうガドソン選手ドリブルでボールハンドラー中に入れます。あれだろ、おー最後はカーク、少しでもかかりましたが、得点数も今2桁10点を超えてきている松脇です。 AJ エドゥー回転をかけてエンドワン、うまいプレーになりました。ですね、ここですね。こういうシュート、そして2、3のゾーン、インサイド、うまく面を取っていました、カーク。ステップサイドから松脇、リバウンド、おー、ここは岸永のスピードです。岸永、復帰後初得点、しっかりと決めていきました。今村が走ってポケットパス、松脇からダーラムを狙ったボールは通らず、しっかり守りきりましたね。よくハリーバックしました富山。高橋光陽、ね、見たいですよね、もっともっと、うん、よく戻ってからというシーンになります。この得点で琉球が2回目のタイムアウト、お互いダーラムから外、今村ベースラインドライブからキックアウトで岸本のスリーは決まった。ねじ込みましたね。小野龍馬がついている。ミスマッチ解消するか、高橋光陽バウンスパスを送ってダンク、ダーラムからパークです。拍手も起きていました。今村からカーク、ショールのディフェンス、アレックス・カーク押し込んでいく、エンドワン、強さが際立っています。第3クォーター、ファールはチョルです。チョルのピック、高橋光陽ディープスリー、おお、ボードを使って決めていきました。よく富山になります。3クォーター先行は許しましたが、まだまだ点差としては、おお、ガドソン、いい合わせになりました。いいところに飛び込んできましたね。2桁に乗せています。ハイローパスが入った、カーク、エンドワン止まりません、アレックス・カーク。やはりこう水曜日でね、こう高さのミスマッチ多く疲れたところね、これ逆とファール2つですが、コートには残ります。おー、ブロック今村か、ナイスブロックですね。富山は岸永が入ってきました、ポイントガード。今日が今季の初試合ということになります。スピンムーブ、ガドソン、おお、来たー、エンドワン、いや今のうまかったですよ。入るとここですね。残り時間が少なくなってきます。第3クォーターです。松脇の運びからパスでクーリー、いいアシストになりました松脇。3クォーターのクロージングですね。ですね、できれば1桁に戻したいのは富山。岸永から、おー、奪いました、松脇、イージーレイアップになります。13点差がつきまして、今日最大のリード琉球。ガドソンから合わせるダンク、 AJ ル引き寄せましたね。ですね、外を見た牧、スリーポイント、パスフェイクを入れてから決めていきました。来ましたね、マーフィーから動いていた、ウト決めました。いいですね、いいボールムーブでしたね。
富山はマーフィージュニア、AJ エドゥ、ダドソン、チョル、そして宇都。おー、セカンドチャンス。パークがこれで23得点。岸本からポケットパス、クーリー、ああ決めた。今のでおそらくダブルダブルかと思いますが、そうですね、中を見ています。 AJ エドゥ決め切りました。おお、パスを通してきましたが、ここはタノバー、戻ってきた上松、そして荒川からアリウープ、見せますね。琉球ゴールデンキングス、今季リーグ戦でホーム初白星ということになります。粘る富山を抑えて逃げ切りました琉球ゴールデンキングスです。